では早速ですが、東北の温泉郷についてご紹介していきたいと思います。それでは川田さん、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。温泉ソムリエの川田と申します。私はこれまで全国各地の温泉を約800カ所ほど回ってきました。生粋の温泉マニアです。ところで1点ご質問なんですけれども、はい、この温泉大国日本において温泉地って何箇所あるかご存知ですか？川田さん、800箇所ということで1000ぐらいですかね。実はその約3倍の3000箇所もの温泉地があるんです。そんなにたくさんあるんですね。はい、しかもその3000箇所のうち約600箇所、つまり 20% もの温泉がこの東北には集まっているんです。まさに温泉天国、東北というところでございます。なるほど。それでは早速東北の秘湯の魅力をご紹介していきたいと思います。はい、簡単ではありますが3点ほどご紹介したいと思います。まず1点目は泉質の種類の豊富さです。日本には10種類の泉質があります。泉質というのは、例えば硫黄の香りが漂う硫黄泉であったり、海水のようにしょっぱい塩化物泉だったりなどなど様々です。そこでもう1点ご質問ですけれども、ここ東北においてはこの10ある泉質のうち一体いくつ入れると思いますか？そうですね、5つくらいですか？実はなんと10種類に全部入ることができるんです。これって本当にすごいことなんですよ。この泉質というのは一つ一つに特徴がありまして、この特徴を意識しながら湯巡りを行うことで普段とは違う温泉の楽しみ方をすることができるようになっているんです。例えば女性の方におすすめなのが美肌を作るための湯巡りです。まずはじめに肌に張りを与えるような硫酸塩泉と呼ばれるお風呂に入っていただき、次に汚れや肌の古い角質を落とす効果が高い炭酸水素塩泉に入り、最後乾燥予防として保湿効果に大変優れている塩化物泉に入ることで汚れを落として保湿をするという、まさに美肌のための湯巡りが可能になるんです。こういった楽しみ方ができるのも泉質が全てある東北ならではの魅力と言えるでしょう。そういうたくさんの楽しみ方があるのは知らなかったですね。ありがとうございます。では続いて2つ目の東北の温泉の魅力をご紹介したいと思います。それはズバリ、東北には個性豊かな温泉が多いということです。例えば日本で一番酸性度が高い温泉があったり、日本で一番深い温泉があったり、はたまた日によってその色を変える不思議な温泉があったりなどなど、とにかく癖がすごい温泉がたくさんあるのが東北の魅力の一つとなっています。そんな個性いっぱいな東北の温泉の中でも、とりわけ癖が強く大きな魅力となっているのが秘湯です。最近秘湯がすごく気になっています。ならぜひ続いて秘湯の話をさせていただきたいと思います。一般的に秘湯というのは、昔からある湯治場であったり、交通の便が悪いなどなど人里離れた遠くにある温泉、そういったものが大きくイメージをされると思います。東北におきましても、もともと雪深く、そして山深い地域であったことから、多くの秘湯が現在にも残されている。また農業が盛んな地域でありましたので、農家の方々が日々の疲れを癒しに行く湯治の文化が現代までも残っており、そういったところから東北に秘湯が今でも多い、いわば秘湯のメッカと言われる理由の一つになっています。なお、ちなみに秘湯という言葉も実は東北のある温泉地が発祥だとされているんです。秘湯のことが大変よくわかりました。ますます秘湯に行ってみたくなりましたね。それでは、今ご紹介いただいた秘湯について一節ご紹介をさせていただきたいと思います。本日ご紹介する宿はこちらです。岩手県の大沢温泉山水閣、福島県の旅館玉子湯の2つの宿をご紹介いたします。
それでは大沢温泉山水閣からご覧ください。それでは大沢温泉山水閣のご紹介です。岩手県の素晴らしい人、タイムスリップしたかのような風情ある建物をぜひご覧ください。山水閣は近代和風建築で、周りの騒音などを気にせずゆっくりとおくつろぎいただけます。ロビーに入るとまず目を引くのは窓からの景色。今の時期は新緑が美しく、絵画のような景色が広がります。客室からの眺めは眼下に美しい豊沢川が流れ、今の時期は山の緑と透き通った豊沢川の清流を見ることができます。より景色をお楽しみいただくために、足元までの大きなガラスを使っており、入室時目の前の景色を強く印象づける作りとなっています。こちらが湯治屋の入り口です。タイムスリップしたような建物は情緒あふれる雰囲気が人気です。湯治屋の中の雰囲気です。板張りの廊下や梁や柱、当時の雰囲気を残しながら営業しています。こちらの露天風呂は混浴ですが、女性専用の時間帯もあります。時期により時間帯変更があります。大沢温泉で最もインパクトがある大沢の湯は、豊沢川沿いのところに位置しており、温泉に浸りながらゆっくりと景色をお楽しみいただきたい露天風呂です。大沢温泉の周辺環境が一番わかりやすい曲がり橋からの景色です。こちらも人気の大浴場で、一面が窓や扉などの遮るものがない半露天風呂となっており、新緑、紅葉と移り変わる景色を直接感じることができる温泉です。人というと人里離れたイメージだったんですけど、すっごく綺麗ですね。そうなんですよ。最近ですと立地やお風呂は人というお宿でも、例えばレストランだったり客室だったりといった館内設備をものすごく丁寧にリフォームされて、本当に普通の旅館さんやホテルさんと変わらないぐらい綺麗なお宿も増えているんですね。なので今ではどなたでも行きやすくなっているのが秘湯の特徴とも言えます。今回の動画の山水閣さんも、大変綺麗なんですけども、やはり名物はお風呂。この目と鼻の先に自然の川が流れる混浴露天風呂というのは、もうとにかく開放感抜群で、ダイナミックの景観を楽しみながらお風呂に浸かることができるんです。混浴って珍しいですよね。そうなんですよ。この混浴というものも、昔はほとんどの旅館が混浴だったんですけれども、実は戦後、法律が変わりまして、
新しくこの混浴っていうのを作ることができなくなったんですね。なので今後混浴を持つ旅館さんが新しく増えることはない。まさに混浴は絶滅危惧種なんですね。なので混浴に入るには今の時代に行くしかないという状況になっています。ありがとうございました。では次に1節目の旅館卵屋さんの動画を一緒に見ていきましょう。続きまして旅館卵湯のご紹介です。140年の歴史を持つ茅葺き屋根の湯小屋で、温泉に浸かって湯治場の情緒を感じてみましょう。また卵湯という名前の由来も紹介しているのでチェックしてみてください。それでは映像を見てみましょう。7種類ある湯どころの一つ、茅葺き湯小屋卵湯。明治元年設立で約150年の歴史を誇り、茅葺きの屋根が歴史情緒あふれる湯小屋です。こじんまりとした佇まいが当時の湯治場の雰囲気を今もなお語り継いでいます。温泉に入ると肌が卵のように滑らかになることと、温泉の匂いがゆで卵に似ていることから卵湯と名付けられました。大自然に浸りながら巨岩を屏風に、眼前に迫る山並みを見ながら白濁の名湯を楽しむことができるもう一つの名物風呂が露天風呂です。とても綺麗な色のお湯ですね。ですね、本当綺麗ですね。私もこれ勝手にミルキーブルーって呼んでるんですけれども、とにかくこの高湯温泉のお湯というのは硫黄濃度が濃くてですね、入浴後すべすべの卵肌間違いなしというところです。ちなみにこの濁り湯なんですけど、実はお湯自体には色がついてないことが多いんですね。じゃあなんでこんな風に色がついて見えるかって言いますと、温泉の中に含まれている温泉成分がこう酸素とですね、触れ合って酸化することによって色がついた湯の花が生まれて、それがたくさん沈殿することによって色がついて見えたりですね、あともう一つは日光の反射によって色がついたりするんです。なのでぜひですね、今度温泉行かれた際は直接温泉をですね、こう木の桶に入れていただいて、こうよく見ていただくと意外と色がついてないっていうのがわかるかと思います。なるほど、ますます東北が魅力的になってきましたね。それは良かったです。東北の温泉、東北の秘湯というのはいつ何時行ってもいつも私たちを温かく迎えてくれる、そしてなぜか懐かしい気分にさせてくれる、温泉好きの我々日本人にとってまさに心のふるさとのような存在だと私は思っています。その場所に行って、そしてその時期じゃないと食べられない名物があるように、温泉にもわざわざ時間をかけて、その場所、その瞬間になってようやく出会うことがある、素敵な温泉というものがあります。まさに、一期一会ならぬ、一期一遊だと私は思っています。そんな一期一遊の温泉を体験しに、ぜひ東北に遊びに行ってみてください。本日は温泉ソムリエの川田さんに秘湯の魅力についてたくさん教えていただきました。川田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。東北にはまだまだ魅力的な秘湯がたくさん。今月末には世界遺産認定される見通しの北海道北東北の縄文遺跡群や、朝ドラの舞台として話題の宮城県など旬のスポットが満載の東北がおすすめです。
この機会にぜひ実際に足を運んでみてください。